はい、みなさん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボリンジャーバンド1目金公表、トレンド、レス状態、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、2時間足ベース、レンジ内での動きと考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はい。2時間足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線真横を向いております。全くトレンドが出ておりません。バンド幅も収束してきております。どういうことかというと、値、ね、動きがなくなってきているということです。2時間足ボリンジャーバンド。トレンドレス状態です。はい。2時間心ストーキャスティックス。売りシグナルが点灯しております。はい。こちら2時間足の一目均衡表です。明確なトレンドは出ておりません。 はいそれで本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですはい、サポートラインは138円ちょうどレベル138円ちょうどレベルと考えておりますはい、続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは139円ちょうどレベル139円ちょうどレベルと考えております はい右のバーナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です YouTube 概要欄から講座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説得点2000円と新規取引1回1万通貨16と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン得点5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はい、そういうことで、ドル円本日、ロンドン市場の予想レンジです。138円ちょうどレベルか139円ちょうどレベル、138円ちょうどレベルか139円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、139円トライ失 はい、X で近づく中債務上限問題進展中止ということではい、昨日、ニューヨーク時間なんですけどもはい、カシュカリミネアポリス連銀総裁がインフレ率が高止まりした場合追加利上げが必要となる可能性と発言しましてアメリカの、はい、長期金利が上昇3月10日以来の水準まで更新ということではい、円売りドル買いが先行ドル円は138円の903まで上昇し年収 将来高値を更新、はい、注目されておりましたアメリカの5月の PMI なんですけれども、はい、5月の製造業 PMI が50割となり活動縮小となった一方で5月のサービス業 PMI は1年ぶりの高水準となりました4か月連続で50を上回っております、はい、総合 PMI は1年ぶりの高水準ということで、はい、強弱まちまちの結果でドル円は狭い範囲で振幅と。 ということです、はい。その後、発表ありました4月の新築住宅販売件数は昨年3月以来で最高の数値同時刻に発表されました5月の、はい、リッチモンド錬金ンン製造業指数なんですけれども改善予想に反して悪化5ヶ月連続のマイナスとなりました。 はい、これらの指標を終えが終わりましてドル円なんですけれども138円の287から138円の817まで反,復え反発したんですがバイデン大統領とマッカーシー下院議長の債務上限交渉難航で債務不履行を警戒しドル買いが後退ドル円はニューヨーク時間終盤にかけまして138円。 8円の938円まで下落をしております。はい、本日アジア時間は上値の重い展開ということで、ドル円は138円の4丸レベルを推移となっております。はい、そういうことで注目されております債務上限問題なんですけれども、はい、イエレンさんが警告しております6月1日まで近、えー、が近づく中、バイデン大統領マカシー会員議長との協議なんですけれども、それぞれ生産的建設的だったと。 の感想は聞かれておりますが目立った進展はない、状況とといいうことですはい、そういうことで、チャート形状的に言いますと、2次間足ボリンジャーバンド一目金公表、トレンドレス状態、2次間足ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、ドルエ本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的にはレンジ内での動きと考えております。ドル円本日 ロンの市場におきまして、チャート形状的にはレンジ内での動きと考えております。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。